こんにちは。サンドの笹よりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。今回は特撮の傑作コラ画像の第3弾ということで、引き続き特撮関連のコラ画像について、私の個人的なお気に入りを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。緑の兄貴。現在放送中の仮面ライダーギーツでは、東洋水産の赤い狐と緑の狸とのまさかの公式コラボが話題になりましたが、今を去ること18年前、ギーツ以外にも、この人気商品とのコラボレーション、もとい、コラ画像化を果たしていた作品がありました。それがこちら、魔法戦隊マジレンジャーの緑の兄貴。ご覧の通り、緑の狸のパッケージに、小津家の長男、牧人兄貴の笑顔がコラージュされているもので、彼のネタ人気と相まって、当時の画像掲示板で大いに話題になった一枚ですね。別バージョンとして彼が作中で変身したマッスルグリーンの姿がコラされたものもありました。そしてこの緑の兄貴が受けたことで当時のコラ職人たちの手により他のメンバーも次々と商品化されることとなり、貝の赤いイチゴ、翼の黄色い花うどん、うららの影のどん、チーネー、ほうかの桃の姉貴やポストチョコレート、さらにはお母さんの白いおかんやみゆき印アイスクリーム、放送初期から知事だとバレバレだったウルザードの黒い覇王カレー、マンドラ坊やのマンドラ茶と多くの食品系コラが生み出されるに至りました。家族戦隊なのでおのずとコンプリート欲をそそることに加えて、みんなキャラが立っているのでネタにしやすかったんでしょうね。私の手元に保存していたのはこれだけですが、他にもあったかもしれません。また兄貴関連のコラ画像といえば、同期の仮面ライダー響と組み合わせた地面ライダー兄貴なんてのもありました。こちらは当時のテレ朝公式サイトの設定解説ページの構成をパロディしたものですが、スペックの項目が全て農業関連のワードになっていたりと絵が細かいですね。ダンバインの替え歌の農耕士コンバインを思い出しますよ。知らない方は検索してください。全部覚えられるかよ。こちらはかつてスラングパワーワード解説でも取り上げましたが、最小の手間で最大の効果系のコラネタの極致として有名なので改めて解説しておきましょう。仮面ライダーオーズのコンボと亜種形態がずらっと並んだポスターで、エイジが全部覚えられるかよとやけくそのように言っているこちらの画像、これは当時の児童誌についていたオーズ全フォーム図鑑のポスターの一文字だけを凝らしたものであり、元のセリフは全部覚えられるかなでした。この画像の場合、 RX のもう全部あいつ一人でいいんじゃないかなと同様、コラの方が有名になりすぎてしまって元の画像を見たことがなかったり、コラであることはなんとなく分かっても元のセリフを知らないという人も多いようですね。ちなみにオーズの亜種形態はどのメダルがどう略されるか法則が決まっているので、それとコンボ形態の名前だけ覚えておけば一つ一つ暗記する必要はありません。全部覚えなくていいんだよ。なお私のお気に入りのコラ画像を紹介するというコンセプトからは外れますが、ファンとしては不本意ながらコラ画像の方が有名になってしまっているケースとしては、こちらのウルトラ兄弟の家系図が挙げられます。元の画像では太郎はウルトラの父と母の本当の子供、ウルトラの母とセブンの母親は姉妹だなどと書かれているのですが、これを凝らして太郎はウルトラの父と母の本当の子供ではないとか、ウルトラの母とセブンの母親は姉妹だなどと改変した画像がかなりの範囲に出回ってしまっているんですよね。これを見た人の中にはいわゆる公式設定ではないことまでは察していても、昔の児童誌の独自設定はめちゃくちゃだったんだなぁと中途半端な勘違いをしてしまっているケースもあるようです。嘘は嘘であると見抜ける人でないと掲示板を使うのは難しい。ゼロワンとイズの合体フォーム、仮面ライダーの捏造フォーム系のコラ画像といえば、以前ガセバレ解説で取り上げたゾルダサバイブや王者サバイブ、カイザのブレイクフォームなど古典的な名作が多くありますが、近年でもそのスピリットを受け継いだかのような画像が話題になったことがあります。それがこちら、仮面ライダー01の新フォームをイメージしたコラ画像。肩から胸部にかけてヒューマギアのイズが抱きついているような形になっており、秋葉レンジャーを見ていた方なら超秋葉レッドじゃんと一目で気づいたことでしょう。超秋葉レッドとはシーズン2で登場した秋葉レッドの強化形態であり、
ており、彼の推しキャラである葵ちゃんがアーマーとなって胸部に抱きついているもので、当時からすっげーデザインだなぁと話題になっていました。実際、本作のコンセプトである痛さを体現しつつ、メタリックな格好良さと独特しさが同居していて、天才的なデザインですよね。それを伊豆でやったのがこちらのコラ画像というわけですが、とにかくネット民というのは意思を持つ存在が何かに変形したり融合したりしているのを見ると、して殺してとか、ニーナとアレキサンダーどこに行ったとか言わずにいられない習性があるので、この画像に対しても素直にクールな強化フォームだねという感想になるはずもなく、壊れた伊豆から作ったプログライズキーを泣きながら使うやつとか、このフォームに変身している時だけ伊豆に会えるんだとか、アキバレットとは痛さの方向性が違うとか、バットルート方面の妄想が止まらないようでした。もうちょっとこうタイプトライドロンみたいな明るい京都を想像してもいいのよ。ちなみに後の劇場版で登場した仮面ライダーエデンの変身シーンは、女性のシルエットを思わせるロストモデルが背後から抱きついてくるというもので、それを見てこの妄想フォームを連想した人もいるとかいないとか。なおご存知のように、その劇場版ではイズが仮面ライダー02に変身し、アルトの01と共闘するという燃える展開があり、ヒロインの変身シークエンスの中でも屈指の人気と話題性を誇っています。何しろフィギュアーツでもアルトの02を差し置いてイズバージョンが先に商品化されたくらいですし、イズ役の鶴島ノアさんも仮面ライダーイズでもなく02に変身してアルトと一緒に戦うのがとても嬉しかったという旨を述べていますし、間違ってもイズちゃんアーマーの超01にならなくてよかったですよね。ということで、今回は特撮の傑作コラ画像の第3弾をお送りしました。この動画が好評であれば今後もさらに続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいネタのリクエストなどあればぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と、動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関する色々な動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらも良ければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。